en la esquina azul, Anselmo Moreno de Panamá. 今紹介されましたのがパナマのアンセルモ・モレノです。 WBA 世界バンタム級チャンピオン、500kg、 118libras、 en la esquina roja、 con un peso de 50。 エスキナロハっていうのは赤コーナーっていう意味ですね。ああ、そうですか。 500kg、 118libras、 ネオマベネズエラはキロとポンド両方言うんですね、アナウンスは。19戦全勝 11KO というネオマール・セルメニョです。セルメニョが暫定チャンピオン、まあ、正規のチャンピオンと暫定チャンピオンが王座をかけて戦います。つまり、WBA 世界バンタム級王座統一戦、場所はベネズエラ・ラガイラで行われます。さあ浜さん、はい、モレノ対セルメニョ、まあ、2人とも上手いですよね。まあ、そうですね。右と左の構えの違いはありますけど、両方似たタイプで、この試合はどっちがうまいか技術戦になるでしょうね。そうですか。左構えがアンセルモ・モレノ、正規チャンピオンの方です。これ今何を紹介してるんですか。いや、あのレフリージャッジの全ての名前を言ってるんですね。ドクトロアンヘル・サンチェス・メネス。国によって紹介の仕方が若干リズムですとかテンポとか順番が違いますので、だから日本ですなんかではですね、ジャッジを説明するときにジャッジを指さして、それでそのジャッジが会釈をしたりですね、そういうふうにしますけどね。さあ、それでは試合に移っていきたいと思いますが、なお現地から届きました映像にお聞きのように現地の実況音が入っています。お聞き苦しいかと思いますが、ちょっとご了承願いたいと思います。さあ、舞台はベネズエラです。いつも思うんですが、ベネズエラのリングってちょっと小ぶりに、小さく感じられます。 WBA 世界バンタム級の王座統一戦、それとリングサイドが詰まってますよね。そんな感じですね。もうお客さんがもう間近まで、詰まっています。だいたいリングの規定が大きい小さいで1メートルぐらいの幅があるんですね。そうですね、その中で一番小さい状態かもしれないですよね。映り方がそういうふうに見えるかどうか分からないですけどね。さあ試合が始まりました。トランクスのイランが今出ています。紫とオレンジのトランクスを履いていますのがアンセルモ・モレノです。今回がこの試合6度目の防衛戦に当たります。一方のセルメニョが、今回3度目の防衛戦、それぞれ正規タイトル暫定タイトルを、防衛して今回統一戦と相なりました。もう一回ご紹介しておきますと、サウスポースタイルがモレノの方です。黄色のベルトラインが入っているトランクスが入っています。まあ、紫とオレンジと紹介しておきましょう。長いリーチですモレノ。まあ、うまさ、テクニックは両選手浜さん持っているということなんですが、セルメニョ、皆さんよく見る機会があったかと思います。セルメニョのうまさというのはどういううまさと言ったらいいでしょうね。タイミングの取り方、そして、長い距離からのいいパンチ打つんですよね。今だから打ち合いなんかでも、自分だけ打つだけ打ってパッと離れるというところはよくありますよね。今右側の選手です。グローブの色が違うんですが、黒のグローブをしているのがそのセルメニョ。打っては離れ打っては離れという感じです。全勝できています。一方のモレノのうまさというのはサウスポーですが、どういううまさなんですか。だいたい2人とも似たようなスタイルで、はい、右を左に、変えたようなところあるんですよね。ただこの試合に限っては、まあ、西洋じゃモレノの方が右を使いながら先手先手で行こうという感じはありますよね。ナイスカウンター。つまり両選手が鏡写しということになります。同じようなうまさを持っている選手です。
この赤いグローブつけてるチャンピオンの方ですね、はい、これモレノはですね、イラリオサパタの再来って言われるぐらいディフェンスの上手い選手ですね。サパタもディフェンスも上手かった。そうですね、このモレノはね、そのリターンパンチのその名手ですよね。相手に打ってくるとすぐリターンが来るわけです、はい、避けてすぐパンチが来るんですね。まあ、何しろこのモレロサウスポーチャンピオンの方ですが、あのウラディミール・シドレンコに判定勝ちを収めてこのタイトルを手に入れています。しかも敵地でですよ、うん、1回じゃないんですよ、2回目、あの3度目の防衛戦もシドレンコとやってるんですから、まあその辺のテクニックは折り紙中でありました。うまいですね、やっぱり折り紙付きであります。まあ、このモレロの場合には右を使って、そして相手がこの右がやりにくいと、はい、この右どうにかならないかなと思っていきなり打ちに行ったところを左のストレートカウンターを打つというやり方をよくしますね。そのカウンターに至るまでの伏線がちゃんとあるわけですね。ですね、さあ第1ラウンド終了しました。ジョーさん、第1ラウンドどう見たらいいでしょうか。1ラウンド目はね、そのチャンピオンサウスポーのモレノの方が有効なクリップが多かったと思いますね、はい、10対9モレノのラウンドです。エルファンタスマというんでしょうかね、幽霊という、まあ、プロフィールでも紹介されていましたニックネームを持っているのが、パナマのモレノです。これどういうところからこの幽霊ファンタスマついたんでしょうね。まあ、捉えどころがない、そのパンチが当たらないというところでディフェンスのうまさから来ているんですね、はい。一方暫定チャンピオンのセルメニはこちらはですね全勝できてますし、まあホープですよね、オリンピックでもね出てますしね。まあ実力者のですねミハレスに2度勝ってると、はい、いうことで2度ともその敵地メキシコで勝ってるっていうことはね、やはり彼のテクニックのねその優秀さを示しますね、はい。さあ第2ラウンドです。まあ、あの日本のボクシングファンの皆さんは海外でその日本の選手がタイトルを奪取することがいかに難しいかというのをご存知だと思いますが、浜さん、ですから外国人だって一緒ですよね、相手の国で行って勝つというのはこれは何相手のじゃないですもんね。条件面ではそういうふうになりますよね。ただ日本人の場合は随分なんていうかですね、プレッシャーを感じる精神面でのところありますよね。それもよく言われますね。ちょっと日本人の場合はそういう特殊な、うん、デリケートなところあるんですけど ね、さあ第2ラウンドです。今あの足元が先ほどアップになったんですが、結構こうキャンバスがこう波打つというか揺らぐようです。だからキャンバスがなんかふかふかしてるような感じです ですね。ベネズエラは多いんですよね、こういうふかふか感の、ちょっとこうカーペットの上で今もちょっとずるっという足を捉えるようです。広告のペンキ、はい、これが随分滑る感じはしますよね。あ、やっぱりカーペットがこう薄く覆ってるような感覚じゃないでしょうか。ずる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 こう足元が動きます。今ね、あの暫定チャンピオンのセルメニョの方のエリストレートヒットしましたね。第2ラウンドに入っています。まあ、地元はベネズエラのセルメニョの方です。こういうキャンパスは慣れているでしょう。乗り込んできたのはパナマのモレノ。この2人はねかつて同門だったんですよ。パナマのプロモーションにですね、そのセルメニョがそのですか所属してたんですね。だからその同じプロモーションだったですから、今右フックの切り返しがそのモレノ良かったですね。ちょっとベルトラインを下げましたモレノ、入れ替わっています。今背中を見せていますモレノ。先ほどからカウンターうまく決めています。右のアッパー、今右のアッパー、はい、ヒットしましたね。このボディ打ちましたセルメニョです。浜さん、早くもこうテクニック、まあ、うまい打ち方が、ね、出てますね。そうですね、このスタイルでは、まあ、サウスポースタイルのモレノのいいリズムかと思いましたけど、このリズムを崩しにかかりましたよね。セルメニョが、はい、これはもう、もちろん意図的にやってるわけですよね。そういうことですね。
このまま乗らせてたまるかというところでしょうけども、スタート後手に回ってる感じはありましたけど、まあ、下がりながらもある意味先手にいってるところあるんですよね。セルメノは踏み込みました。今いい見方ですね。回りながら回りながら時折ワンツーぐさっと刺していきます。確かに小泉さん、この2人はいろんな動きを見せてくれますね。そうですね、互いディフェンスの名手ですからね。間もなく第2ラウンド終了します。このラウンドは、ね、そのセルメニョの右ストレートがそのよくクリーンヒットしましたし、そのラウンドの中盤そのボディブローがヒットしてましたよね、はい、だから暫定チャンピオンこのセルメニョのラウンドです。10対9です。立ち上がりからハイレベルのテクニック合戦、技術戦が展開されています。非常に両選手ともテクニックに定評のある選手が激突しています。これは王座統一戦です。あ、今うまいですよね。相手が一瞬ひるんです。間髪入れず、あ、ドンキングプロモーターの顔がちょっと見えましたね。このねセルメニョ、このアントニオセルメニョって言ってスーパーバンタム級のチャンピオンいましたよね、はい、関係あるかって言って WBA オフィスにメール出したんですよ、どうなんですか、返事返ってきました、ね、あの両者の間にはその隕石関係はないということですね。赤の他人ですね。第3ラウンドスタートしました。まあ、この試合はバンタム級です。バンタム級と言いますと、日本には、長谷川選手がいます。小泉選手がいます。今度ね近々フェルナンド・モンティエルと、まあ、金曜日の試合になるんですね。やりますから本当楽しみです。モンティエルと長谷川選手がやるという、まあ、あの2人がやるんだと思ってこの試合も同じクラスだと思ってご覧いただきたいと思います。 WBA のこれは王座統一戦です。あ、全部滑る感じしますね。やっぱり滑りますね、うん、ちょっと足を取られています。これはあれだけ滑ると浜さんやりづらいですよね。あ、相当響きますよ、慣れてないと、うん、まあ、瞬間的な動き、バックしてさっと打とうとした時にバックしてさっと滑るわけですよね、はい、だからそういう両者特に、ファイターよりも上手い選手なんかには響きますよね。上手い選手というのは瞬間瞬間を切り替えしますからね、はいはい、そこが滑るということになるといいところが見せられないところなんですよね。まあ、地元のセルメニョの方がこういう状況に慣れているのではないかという、まあ、予想はできるんですが、まあ、こういう普段よりもやっぱり広告の勉強多いんじゃないですかね。この広告を書きたいがためにちょっとキャンバスが違うのかもしれませんし、まあ、いつもこういうキャンバスなのかもしれません。ベネズエラボディブロ、あ、低いのか、あ、注意です。それほど低くはないですね。それで今のね、コンビネーション前ですよ。あのセルメニョ、上を見せかけて打っといて、最後狙いは最後のパンチは右アッパーだったんですね。その右アッパーのね、その肝臓リバーのところ打ってるんですよね。またロープまで入ってきました。入れ替わります。この2人、まあ、下がったからといって決して劣勢とは、見ない方がいいようです。攻守ところをもう目まぐるしく両選手が入れ替えます。まあ、左側のセルメノの場合には下がりながら相手が先に前に出てくるんだけど、打つのはセルメノの方が打つ、先に打つというやり方をよくしますよ。だから下がりながら先に手を打つという、やり方ですね。浜さん、どちらがその選手らしい、ボクシングができてますか、この2ラウンド目、3ラウンド目とですね、セルメノ、この左側のセルメノの方がいい感じになってますよね。そうですか。またボディ叩きます。ネオマール・セルメノ、30歳になってます。両選手の身長が手元にあるんですが、166センチがセルメノ、青のトランクス、一方のモレノが170センチ、あ、ボディ、アミ、
入ってきます。激しい打ち合い、最後このラウンド見せました。第3ラウンド終了です。このラウンドもね、そのセルメニョの方がそのよりクリーンヒットは多かったですね。暫定チャンピオンセルメニョにじゃあポイントを与えますか。お互いがね、自分のその鏡を隔ててですね、そのシャドーボクシングしてるようなもんですね。自分と戦って、まあエドガー・アラン・ポーにウィリアム・ウィルソンっていう話がありますけどね、その自分と戦うようなもんです。ああ、そういう話があるんですか。存じ上げませんでした。だからね、モレノもね、普段は相手が出てくる、自分がカウンターとところで、ね、今日はセルメニオが自分と同じようなボクシングをするものだから、自分の方が出ないといけないわけですね。そこで逆にそのセルメニオにカウンターを取られることもありますよね。第4ラウンドです。ベネズエラ・ラ・ガイラという、ポリ・デ・ポル・ティーボ・ホセ・マリア・バルガスという会場で行われています。ポリっていうのは多いっていうことですね、はい、それでデ・ポル・ティーボスポーツですから、その多目的のスポーツっていう意味ですね。総合体育館ですかね。総合体育館。ホセ・マリア・バルガスというのはこれなんか名称ですね、名前ですね。そうですね、まあ、向こうの、はい、どなたかの名前なんでしょうね。記念すべき人の名前ですよね。という会場で行われています。もうこのラウンドのスタートは、はい、左側モレノのボクシングまた良くなってきましたよ。ああ、そうですか、うん、また右のリードジャブからの組み立てに変えてきましたね。やっぱりちょっとまずいぞっていうんで組み立て変えたわけですね。そうですね、まあ1ラウンド目、スタート良かったと思ったら少し雑になったところがあるんですからね、はい、左右と連打しました。また基本通りのやり方に変えましたね。赤のグローブがそのモレノ、基本に変えりました。だからいい選手っていうのはね、いろんな引き出し持ってましてね、これでダメだったら次の引き出し開けてくるんですよね。だから右からのコンビネーションがダメだったら左からのコンビネーションとか、まあその引き出しっていうのは大いに越したことがないですよね。まあ使う使わないは別にして、非常に単純化して言うとね、右対左っていうのはね、左右左かね、右左右なんですよ。どこな、どっちかが当たらなくなったら切り替えるとかね、そういうそのギアチェンジをうまくできる選手っていうのはね、やっぱり調整能力あるんですよ。浜さん、練習では、ね、いろんなことできても試合になると全然できない選手もいますし、この2人のようにやる選手もいるわけですよね。そういうふうに練習でやったことができるという選手がやっぱ勝ち抜いてきますよね。あ、今のボディちょっと低いですけど狙いは悪くないですね、はい、セルメニョ、いやいやモレノの方にちょっと注意を促しました。注意しろと言ってます。実際にこの1試合のために何ヶ月も前から練習するわけですよね。そうですよね。そして時間的にはまあフルラウンド戦ったして戦えば約1時間、はい、ですから1時間にどれだけ出せるかなんですね。そうですよね、フルに戦っても戦い1時間の試合になっちゃうわけですからね。何ヶ月もその試合のために前から調整、練習はするわけですからね、全部出すというのも1時間内に全部出す、これが30分かもしれないし3分かもしれないですよね。浜田さんはもう早々に試合を終わらせてましたから、単価非常に高いチャンピオンでありましたが、練習がすごく濃密に現れたタイプです。この2人はここまでは4ラウンドかかっていますが、ここでゴングです。こういうラウンドが、ね、難しいんですけれど、ラウンド全般見るとね、やはりモレノの方が支配してましたよね。こういうのがリングジェネラルシップっていうんだと思うんですよね、試合運びのうまさ。だからポイントまずそのモレノの10対9にしますけどね、はいはい、有効なクリーンヒットお互いそれほどないですよ。それで次に構成、これもほぼちょぼちょぼでしょ、うん、それでディフェンスはその3番目のコモお互いに言われる。そうすると最終項目のリングジェネラルシップ、はい、
試合運びのうまさ、主導権試合、ややモレノの方がペースをつかんでと、フリーワーク採点ではそこへ行きますね、はい、あ確かにこの2人ですから非常に難しいラウンドが、この後も出てきそうです。あの指示与えているトレーナーガリバルディって言ってね、はい、パナマだったと思いますね、サパタなんかについてましたけれど、あそうですか、だからパナマとベネズエラっていうのはね、お互い選手の交流もありますしね、だから親しいんですよね、はい、今のがいい例ですね、ベネズエラのセルメニョにパナマのトレーナーがついてたんですもんね、今 ね、はい、さあ第5ラウンドです、中盤に入ってきています。確かね、はい、歴史的にグランコロンビアっていう国がね、はい、そのベネズエラ、コロンビア、パナマだったと思うんですよ、元は一国だったと思いますね。そうですか、早速番組終わったら調べてみたいと思います。皆さんもインターネットとか辞典とかね、辞書とか引いてみましょう。第5ラウンドに入っています。浜さん、先ほどモレノの方がね、変化を見せた、うん、またそこのスタートもその流れはまだ来てますよね。来てますか、うん、じゃあいい感じと言ってもいいですか。そうですね、パナマのモレノ、サウスポースタイルの方です。あうまいな、今左右アッパー入れたんですよ、さすがのモレノがあれ食いました、またロマンド右フックを返してきましたね、チャンピオン。まあうまいですね、やっぱりね、チャンピオン、はい、この試合は、どっちかが少し大振りした方が返される、打たれるという感じありますね。難しいですね、大振りした方が返されるというのは、どうしてもですね、しっかりと打ちたいと思うと、はい、力入って大振りしますからね、はいはい、うん、また左側のセミのリズム良くなりましたね、今度は。そうですね、リズムを出し始めています。あボディ、青のトランクス、黒のグローブをはめています、セルメニョ。まあ、なんていうか、こう、自分のボクシングの、立て直し、組み立て方が非常に、難しい試合のようです。まあ、見られました。まあ、お客さんもセルムのいいリズムに乗ってきましたよね。そうですね、そんな感じです。やっぱりなんつってもセルメニョは地元です。そしてセルムのボクシングというのは打ったら離れる、打ったら離れるというやり方ですね。また入って左アッパーのリードですね。アマさん、こうやって自分で各ラウンドの途中でリズムを変えることができるっていうんですか、大したもんですね。まあ、そうですね、一回流れを作ってしまうと、まあ、これが悪い流れで あってもですね、変えるのは結構難しいんですね、もういいリズムになると何やってもうまく流れるんですけどね、はい、非常にセルメニョが生き生きと動き始めています。テンポを変えたようです。リズムを変えましたセルメニョ。ワンツーは入りません。ボディ30歳のセルミノ、まあ、ベテランの味を出していると言ってもいいのかもしれません。モレノは24歳です。左当てました。ちょっと足をまた取られるシーンが出てきます。ね、ちょっとやりづらそうなとか両者に見られます。第5ラウンド終了です。1分過ぎ以降ですね、そのセルミノがフットワークを盛んにしましてね、はい、で出入りのそのフットワークでよく右打ち込みましたよね。セルメニョの10対9ですね。セルメニョ、はい、これはもう一度お伝えしておきますと、両チャンピオンの王座統一戦ということになります。モレノが正規の、まあ、元々のチャンピオンですね、途中2度目と3度目の防衛戦の間にセルメニョが暫定王者として誕生しました、クリスチャン・ミハレスに判定勝ちを収めたものです。まあ、こうやって暫定チャンピオンというのは正規のチャンピオンがちゃんと規則正しく防衛戦などを行えない、あるいは怪我などで防衛戦を行えないときに誕生します。でいつかこのように王座が統一するという試合が出てきます。これはレフリーはルイス・パボン、はい、プエルトリコのレフリーですね、おなじみですね、はい、第6ラウンド始まりました。Omar Cermeño frente a Anselmo Moreno por el Campeonato Mundial Gallo intenta con la izquierda el venezolano a la zona media sigue teniendo la iniciativa ベネズエラ、まあ、今回はこうやってボクシング興行が行われています。最近のベネズエラのボクシング事情というのはジョーさんのところにどういう情報が届いてます。ベネズエラはね、
やはり国内の政情不安とかですね、経済不況っていうのはずっと続いてるんですね。だからそのベネズエラのいい選手っていうのはね、やはりまあホルヘ・リナレスに代表されるように外へ出るっていう傾向がありますね。あるいはそのこのセルメニョのようにパナマへ行ってですね戦うとかね、そういうのもありますね。それから最近ではね、ライト級のアゴストみたいにですね、そのメキシコで戦う、そういうルートもあるんですよ。今メキシコボクシング非常に盛んですからね。去年年間30試合も世界タイトルになっちゃったんですよ。なんか日本が17試合ですから倍近いですね。倍近いんですよ。Se lo quita de encima con la derecha en dos oportunidades. Chemito Moreno ahora intenta la izquierda, esquivada muy bien por el panameño. Intercambio de manos ahora. Moreno y el venezolano Neomar Cermeño. Shoto lo atetanza, Moreno. あれで右を返すときと、もっと前ですね。Las manos ahora Cermeño, pero muy ágil, muy rápido. Chemito Moreno. El campeón.やはりこのぐらいのクラスになるとね、そのパンチ出すときモーションがつかないですね。ああ、そういえばそうですね。構えた位置のままストーンと出したときですね。まあ先ほど言われましたように、こう大振りしたらそこをつけ入ってくるわけで、なかなかやっぱり難しいものなんでしょう。コンパクトに打ちます。アウト。低かったですかね。ボディブロー、まあこのローブロー食う前にモレノはうまくコンビネーション当ててましたよ。セルメニューに今注意をまた与えています。この辺りから低いですね。今のスローモーションであのモレノの左ストレートヒットしてたでしょ。さあ試合は続きます。ボディブロー、まあ、ちょっとしたローブローを打たれましたアンセルモ・モレノ、先ほど言ったようにウラディミール・シドレンコにドイツで判定勝ちを収めて、その後セシリオ・サントス、さらにはロリー・松下、さらにはシドレンコまた戦いました、マヤル・モンシュプールにも判定勝ち、フレデリック・パトラックを最後、5度目の防衛戦でフランスで下しました。それ以来の試合です。ですから見たらもう敵地ばっかりなんですよね。まあパナマでも一度試合やってますが、初防衛戦と2度目の防衛戦ですね。そうですね、はい、ロリー松下って言ったパンチありますよ。特に前半強いんですけどね、まあ、カシミジジム所属しているフィリピン人ハードパンチャーですけど、はい、パンチ当たらなかったらしいですね。まさにファンタズマ、幽霊にパンチ当たらずというところです。ボディ、あれキャンバスが滑ったんですね。ずいぶんやっぱり取られるシーンが出てきます。足元がちょっと不安定です。第6ラウンド終了しました。まあ、このラウンドはねモレノが盛り返しましたね。はい、Se acaba de cumplir la primera mitad del combate. Quedan seis rounds para definir esta pelea. Ha sido muy pareja la primera parte. Insistimos en que debe arriesgar más. Cuerpo が柔らかい選手っていうのは、体勢が崩れてもパンチ当てていくんですね。特にモレノみたいな。El que lleva la iniciativa del combate. まあセルメニョもそういうところがありますね。Ya lo hemos dicho, Carlos y Ponti nos han acompañado en el comentario. Él pega más.ベネズエラのラ・ガイラで行われています。まあ、セルメニョのホームです。そういうこともあって、まあ、オッズはわずかに7対5なんですが、暫定チャンピオンのセルメニョ有利に出ています。まあ、この2人ですから、ほとんど差がないと言ってもいいと思います。第7ラウンド始まりました。A ver si Cermeño puede comenzar a producir lo que necesita para inclinar. Muy bien, ahora con izquierda. アイスリンクの上で戦っているような、スッとこう水しましのように足が横に流れる、本当によくこう、シーンが出てきます。Venezuela. それとね、乾いたキャンバスだったらまだいいんですけどね、お互いが体に水かぶって出てくるんですよ。余計なんですかね。そうですね、リング中あたりがね結構滑ることがあるんですね。Intenta en tres ocasiones con su mano izquierda, Cermeño.
リングの硬さというのは大体まあ共通だとは思うんですが、やっぱりこう硬い柔らかいというのはあるんですか。違いますよ。違うもんですか、リングの硬さ。海外行くとまずそういうことにも気を使わなければいけないということになるんですね。まあ、だからリングの上は一緒だということもみんなよく言いますけど、はい、キャンバスの柔らかさ微妙にやっぱ違いますからね。そうですよね。まあ、イコールコンディションという言い方もありますが、その対処の仕方を知ってるか知らないかで大きな違いになりますから、そういうのはやっぱり頭に入れておいてもいいんだと思います。まあ、マット文化と畳文化の違いでしてね、そのやはり向こうはね、もし後頭部打った時に、はい、その安全なように柔らかいクッションが入ってるんですね。だからぴょんぴょん飛び跳ねるようなフットワークが使いにくいわけです。今のセルメの攻撃ですよ。さらにいきます。セルメのもう一回いきます。下からの攻撃はずいぶん振りかぶります。ずいぶん攻撃にいきますね。いやジャッジにアピールするのにいいですよ。ああいうねパンチまとめるっていうのはポイント取るために、接戦の時にはねポイントとパンチまとめるっていうのはいいことです、はい、おっと滑った。そうですね、踏み込んだセレメの滑りました。瞬間瞬間というのがやっぱり見せ所なんですけど、こういった上手い選手にはあれ怖いですね。あの瞬間フットやっぱり、0. 何秒か遅れるわけですもんね。それでパンチに、まあ、キレ、踏ん張りが効かないというところなんですよね。力が乗らないと、はい、ああそうですね。ちょっとチャンピオンモレノがテンポアップしてきましたね。パナマのアンセルモ・モレノ構成取ってますよ。これチャンピオンの方がモレノ、まあ暫定チャンピオンのセルメニョが一時盛り返したりリズムを作ったり、いろいろこれ流れが両者行き交っています。まもなくこのラウンドも終了の今音が聞こえてきました。踏み込んできますセルメニョ。第7ラウンド終了です。このラウンドはアンセルモ・モレノですね。ジョーさんの採点ではもうポイントが行ったり来たりですね。そうですね、それほどまあ拮抗しているということでしょう。昨日ね一冊本読んだんですよ、はあ、スペイン人は小さいのになぜサッカーが強いかっていう本、なんて書いてね、面白かったですね。やっぱり日本人はずる賢さが足りないそれからね、はい、いい選手、いいチームっていうのは、はい、修正能力、試合の流れの中で、そのどうですか、相手にアジャストする、うん、組み立て直し能力ですね、それが、ボクシングもそれが言えるんですね、この2人見てるとね、じゃあ前のラウンド、そのこのコンビネーション当たらなかったら、組み立て変えてきてるんですよね。はいはい、応用力があるということなんでしょうか、まあ自分のこう流れを自分で変えることができる、決めることができると、試合の中で。なんか日本なんかね、トレーナーがずっと練習でもね、何しろ、こうしろって言って、それの指示通り動く選手います、それはいいことなんですけれど、自分で考えるっていうラウンドの途中 ね、 なるほどね、トレーナーの声、セコンドの声が聞こえないときに自分で考えながら組み立て直すと、そういう能力っていうのはね、やっぱり考えさせる練習をしないといけないんです。第8ラウンドです。 WBA 世界バンタム級王座統一戦です。この2人は共に考えているようです。そうしてみるとね、このテクニシャン同士の試合がね、面白く見えてきますよね。アルロストロデルベネソラノ、浜さん2人が今やろうとしていること、ああ簡単そうですね、はい、もう半分は過ぎましたからね、半分は過ぎて、うまさの競争プラス今度はパンチを多めに当てる力の競争にも入ってきましたよね。ああなるほど、ずいぶん体ごと打ちに行くところは両者に出てきましたよ。そうですね、やっぱりこれはなんか鏡を見ながら戦ってるようですね、うん、まあやっぱりポイントが気になるところあるでしょうね。ボディ打ちました。もうボディ合戦、本当にまあ左構えと右構えということもあって鏡に映った両選手そういう感じです。まあ体型こそ違うんですが、ああいうまた滑ったのか、滑ったんですかね。ただね、そのああいうの
の当てだ。セリミノがさあここで一気に行きます。グラついてる、そうですね、ボールのグラつきます。ニュースロード、セリミノチャンス。バックステップがちょっとキャンバスに取られています。セリミノアウトと、モレノ回し取られます。お互いです、力入れれば入れるほど取られるようです。うん、そうなんですね、力入れれば入れるほど踏ん張ろうとしますからね、なるほどね。難しいアウトともらいました。セルミノもらった、一進一退。モーレの表情はちょっと効いてるような表情を今見せましたね。表情は嘘をつきません。あ、その完全に取り戻そうということでの打ち合いに行こうとしてますよね。これはね、ボクシングの新しいテクニックでね、アクセレレーションって言うんですよ、これテンポアップですよ、加速化なんですよ、急に今までよりテンポアップして、ね、ガガガガガって言っている。そして相手はね、その対応しにくいんですよ。今のモレノがそうでしょう。セルメニオそれをやったんですね。モレノ行きます、届きません。だからそのアオビーカウタアクセレレーションっていうね、その今のそれでちょっとひるみましたよね、チャンピオン。今セルメノが打ちに行って体流したところを、ユッコモレノカウンター打つところなんかやっぱり相手のペースで行きながらも狙いますね。Los asaltos en donde ha hecho lo que hemos venido diciendo que creíamos que él tenía que hacer. これはやっぱり滑っただけじゃなくて効きましたね。はい、そうです。Y conectando la línea media, Carlitos, de Moreno, porque así le resta velocidad. Sí, y va minando poco a poco.ポイントはどちらですか。ポイントは、セルメニオのラウンドですね。今もう4位ラウンド作りました、はい、今のラウンドなんかはそのジャッジ3者ともセルメニオつけてると思いますね。こうやってジョーさんのポイントが本当にこうあっち行ったりこっち行ったり、今でちょうどイーブンですよね。同じラウンドずつ取り合ってます ね、 ね、そういう計算をするなら4ラウンドずつですね、はい、これからです。さあ WBA 世界バンタム級王座統一戦、まあ、これからというものの流れがまずありますので、ここで、イコールかというと決してそうではありません。先ほどセルミノがいい流れを作りました、まあ、あの技術合戦はもちろんですけど、あと3分の1ですよね、はいはい、そういうところではやっぱり数多くうまいというのを数多く打つということでしょうね。数多く打つ、先ほどはまあ力で出始めたという言葉もありましたが、今回は量で、この後は量で。追いかけます、モレノ。まあ、モレノはさっきのラウンドいいのを組みますからね。バイランドのリン、バイランドっていうのはその男性ですよね、今、現地コメント。前のラウンドはね、セルメニア動かなかったんですよ。でね、右へ、左へ動いた方がパンチ食ったわけですよ。そうすると動かなくなったわけですね。でこのラウンドはまた動き始めたわけです、はい、falla el de Venezuela pero sí pega su izquierda abajo。 おう、あっとっと、パンチもらって滑りました。でニョマルセルメニョが pega una buena derecha、 ニョマルセルメニョ nuevamente abajo、 ショートパンチを返していきます。モルド今ショートのボディブロー、うまいですね、モルド。そしてセルメニョ打ち合いになります。距離が詰まりました。右ソルト向こうからセルミノ、確かに浜さんおっしゃる通りこの辺りがなんか量が増えてきましたね、パンチの、ね、数が増えてきました。おそらくポイント差が両方とも差がないというのは分かっていますからね。本当にこう僅差です。ポイントのわずか1ポイントの取り合い、最後1ポイント差ということも十分この流れだと考えられます。Mucho más cerca, a ver si puede conectar con solidez el de Venezuela. Estamos en el round. 現地コメンテーターもMucho más cerca って言ってますよね。試合は非常に接点、接戦だって。A medias esa mano derecha de Neymar Cermeño. お互いにうまいもの同士。セルミノ。8ラウンド目良かったんですけどね。随分このラウンドは攻め込まれてますよ。逆に言ったらモレノがよく立て直しましたね。そういうことですね。このラウンドスタートからそれ行きましたからね。
enredado este round. Moreno は面白いですね。斜め前パンチ出しますね。というのは相手のね、頭が動く方にパンチを持っているんです。普通ストレートってまっすぐ前出すでしょ。斜めにストレート出しますね。相手動く方向に。いいですね。将棋の桂馬みたいですね。だから那須与一がね、その扇を行った時みたい、あれベクトルでしょう。その分微妙に動いたところを持っていくんですね。なるほどね。的が動く方にね、パンチを持っていくということですが、はい、あうまい。クリーンヒットではありませんが、いいパンチでした。このごちょごちょしたその打ち合いの中でね、最後ああいう右フック、いい右フック決めましたよね。ああいうのポイントになりますもんね。また左、うん、ラウンドごとにその流れが変わるんですね。前のラウンドセルメニューいいな、高速回転の連打持っていってた。このラウンドはモレノが取り返してきましたね、はい、モレノの10対9です。はい、y comienza a demostrar Rubén que se lo puede ganar en todos los terrenos o boxeando。セルメニは無敗全勝なんですが、モレノは1敗してるんですね。まあその世界戦に入ってからではないんですが、モレノはいつしたかというと、地元のパナマでやった時に2002年です。もう ずいぶん前に敗れてます。もう8年負けなしですね。で一方ネオマルセルメニはシドニーオリンピックのベネズエラ代表ですよね、はい。ミハレスと戦うときですね、ミハレスサイドはやはり軽視してたと思うんですよ。過小評価してたとか、やってみたらうまかったですね、セルメニョっていうのは、はい。だからディフェンスのうまい選手っていうのはね、その攻撃力は目立たないかもわからないんですよ。ディフェンスの力っていうのがありますからね。第10ラウンドに入ってきました。ラウンドは深まってきています。テクニック合戦という試合になりました。王座統一戦、まさに王座統一戦です。力の拮抗した試合になっています。前半中盤でそうですよね、はい。やっぱり後半行くと数多く、そして、完全に強いパンチを入れた方がっていう感じに、プラス力勝負になってきましたよね。力勝負になるとどちらがまあ元々の能力が高いんでしょうね。いろんな面で私は五分だと思いましたけどね、だからこの試合に関しては1ラウンドごとにペースが変わるんです。ペース取った方がいいパンチ打ってますよね。今お話の途中だったんですが、またローブローがありまして、またもらったのは、モーレノの方です。ちょっといくですね、ちょっと、para que se recupere Anselmo. ¿Cómo? ¿Está bien? Está bien. Ah, dice que está bien. Ya se me hace más. Pero el rostro parecía indicar lo contrario. A ver si puede aprovechar este momento. ¡Oh, oh! 今滑ったんじゃないですか、横にスーッと。ヨマルセルメニョ、変な間抜きやだ、ほら、足がもつれ、まあ、さばいてますね。引っ掛けたところもあるんですけど、やっぱり滑る感じしますね。やっぱりそうですよね。おボディ、カウンターは、画面を狙ったのはモレの方です。ボディを狙ったのは、セルメニョ。マヌイキエルダ、ボエナオラ、デチェミト。特にこう体が前に流れた時なんかにもう足が随分動くようです。足を取られたから流れるのか、それはちょっと分かりませんが、どうも自分の意思に反して足がぐっと流れてしまう時があるようです。Con pasos laterales y muy bien saliendo de la zona de peligro el venezolano esquivando ahora esta izquierda del de Panamá。大きくサークルしていたかと思うと、セルミノ一転して攻め込んできます。スタート、そして中盤あたりというのはセルメノの離れた距離からのパンチも良かったんですけどね、はい、この離れすぎたところから今打って、バランス崩す場合よくありますね。これなんで離れた時からそのバランス崩すほど言ってんでしょうね、離れて、今まで当たってた距離が当たらないから無理に伸ばそうとして流れる場合ですね。あ、なるほど、当たってた距離が当たらなくなったっていうのはモレノの変化なんですね。じゃあ、セルメノがずいぶんプレッシャーかけられて、それで下がってるというのはあるんですね。なるほど、左、確かにプレッシャーかかってるようです。このラウンドチャンピオンモレノのパンチがよくヒットしてますね。ミクロス、正規チャンピオンモレノ、暫定チャンピオンセルメニョ。
どちらかが統一してベルトが一本になります。クリンチCon ese movimiento de cintura, Omar Cermeño, la izquierda de Chemito Moreno. Bueno, tutto. Imano va. Omar Cermeño. Ahora la derecha arriba también de Omar. Mata se me conde que más. Moreno. Mata se torale más. Todo es bien. Ahora, ¿cómo es? Reaccionar el venezolano. Así, chuto. Ahora, ¿qué es? Ahora de Omar Cermeño. La repite. Cuando finaliza. Con el nuevo champion. Moreno ですね。アンセル・モレノの方にジョーさんはポイントを与えました。Sí, hacia el final del round las mejores manos fueron las del nuestro. Por supuesto, había hecho ここハマさん足取られたんですよね。セルメニョね。踏ん張り損ないました。まあ打つ方もいいパンチ打てない場合もあるんですけど、仮に滑ったところを打たれる場合もやっぱり良くない場合、危ない場合ありますよね。ああそうでしょうね。いろんなこう打ったら避けられるんだけどという、はい、ところも滑ると送ってしまう場合ありますからね、はい、まあ肝心の土台部分は土台も土台、地面と、ね、設置している部分ですから踏ん張りがなかなか難しいといろんなことが起こってきそうです。悪いと浜田さん、まあ足首を捻挫したりとかそういうこともその場合はですね、はい、柔らかい場合に結構ありますね。滑るというよりもですね、足首の場合に滑る場合はそういうこと、柔らかいと場合に普段だったらさっと踏ん張って蹴るところで、予想よりも沈んでしまって蹴るタイミングが悪かったという場合よくありますよね。それで足首やる場合ありますね、はい、11ラウンド目に入りました。まあちょっとキャンバスが横に流れるのは確かにそうなんですが、あと浜さんやっぱり結構こう上下に深っという感じで柔らかいんじゃないですかね。あ、そういう感じありますね。おーっと、これもそうか。なんかダウンに見えましたけどね。見えましたね、今の滑ったということですね。でもバモンさんはすかさずね、スリップアピールしてました、という判断をしてました。腰を落としますね、セルミノ。やっぱりですね、重心をしっかりさせたいという気持ちになったでしょうね。ぐっと踏ん張ってますもんね。滑らないようにということに変えましたね。マーク、intenta con la derecha。本人の信用とするボクシングとはちょっと違いますけどね。違いますけど、やっぱり体を安定させようということですね。ちょっとあれですよね、まあ、ちょっと言い方悪いですけど、ガニ股みたいにぐっとこう何センチか下げてるような感じですね。踏ん張れる状態、滑らない状態を作ろうということですね。セルミノ、やっぱりセルミノの方が足捉えるのかられるのかもしれません。フットワークよく使う選手にはやっぱり、よく取られますよね。まあ、そういうあれなんですね。セルミノが地元のキャンバスで足を取られています。Ambos pugiles llega nuevamente Luis Pavón para cerrar. Ma Moreno も取られています。Round número 11. 11 round 目。残り1分。まもなく。ローブロー。あ、またローですか。まあちょっと背中だったからどこに当たったかははっきりは見なかったですけどね。あ、減点。あ、ついに。この減点は痛いでしょう。まあワンポイント2ポイントの勝負になると思いましたからね。この1回の1点減点は痛いでしょう。暫定王者セレミノ、ここでローブローによる減点を取られました。そんな下打ってないですよ。それで大したローブローじゃないですよ。これね、演技賞ですよ。だからね、ああいうふうにオーバーにそのアピールするとですね、こうして2度3度やると1ポイント、こんな接戦で1ポイントいったら大きいじゃないですか。だからレフリーはね、そこをやっぱり見ないといけないよね。まあでも確かに今のも低かったことは低いんで、それが度重なって減点になったようです。11ラウンド目。それとね、セルメニはね、打つところがないんですよ。そういうこともあって、上打つと当たらないから、やはりボディ狙うから。入っていきます、裁かれます。セルメニはやっぱりこのワンポイント勝負ということで、ワンポイント完全に減点取られましたからね。取り戻しに行きましたね。出ていきます。そしてモレノがこれに応えます。30秒切りました。減点以降ちょっと流れが変わりましたね。それまでモレノが良かったんですけど、ちょっと奮起したんですね。
el de Venezuela que intenta nuevamente allí. Burdo, uno atari, y se gasta mucho también, Chemito Moreno. 46, 47, 48. レフリーも随分汗出てますから、そうですね、リング上、汗で滑るということもあるかもしれないですね。なるほど、なるほど。アボンさん、びっしょりのシャツになってます。ここでゴングです。11ラウンド目終了しました。ポイントはそのセルメヌの10対9ですね。ところがローブローで減点がありますから、結果的には9対9になりますね。ゴングというよりもなんかこうフライパンのお尻を叩いたようなそんな音ですが、まあ11ラウンド目終了しています。これこんなリングはね、はい、ある意味で砂浜の上でボクシングやってるようなものなんですね。なるほどなるほど、ふかふかしますからね、まあ極端な例ですけど、しかしワンポイント差のまあ、勝負になった場合にこの減点は痛いですね。ですね、まあ、確かに一連 の, そのレフェリーが注意したところは浜さん低かったのも、ま、これは間違いないことですからね、まあ、1回じゃなくて、今までもあったということでの減点だったです ね、まあ、しかしここに来て取られたということですよね。痛かったのはセルミノです ね, ですね、はい、ですね。さあ最終ラウンドもうすでに始まっています。まあ、おそらくこの12ラウンド最後勝負だと思いますよ、はい、WBA 世界バンタム級王座統一戦、あ攻め込んでいきます。かつてね3度同じ減点したら3度目はポイントを引くっていうルールがあったわけです。 WBA ルールが3度注意したよ、ね、注意したよ、ね、警告をしたよ、はい、今はそれが崩れてましてね、悪質だったら1度目の減点なんですけれど、いや3度目だったから減点取ったんでしょうね。あよく攻めてますね、攻めてますね、なんとかしようというセルミノ、やっぱりこの12回ラスト勝負ということでしょう ね, でしょうね。さっきの間違いなく減点がこの、猛烈なファイトを生んでいるようです。セルメニュー1点勝負になるでしょう、はい、セルメニュー簡単気をつけた方がいいですよ。あ、まあ、行くのはいいですけどね、はいはい、モーレの簡単うまいですからね、まあ、セルメニューうまいんですが、セルメニューは気持ち的に行かざるを得ないというような、立場に立ってしまったようです。ラストラウンド半分が過ぎました。ワンツーは当たりません。セルミノ。懐はやっぱりモロの構えると深い。あれはダブルで打てばいいんですけどね。まあ、滑るのがやっぱり体ごと流れてしまうのがあるんで、まあしょうがないですかな。ダブルなんていう打ち方はもうかなり足元がしっかりしないと打てないですよね。そうですね。だから、右を打ってそのまま滑る前に体を流して、くっつけていこうというやり方に変えてますよね。イエルカンピオナトムンディアルペソガヨ。スタンスの広いモレノも結構後ろ足が流れます。あと45秒切りました。左いきなりのカウンターを出します。下がるモレノ、気持ちとしては追いかけるという立場になっているのかもしれません。セルメノ、うん、まあそうですね、ワンポイント取り返すということですね、ボディも深いボディなんですが、なんとか届きます。この回取った方が勝ちという可能性ありますからね。まあお互いそのジャッジペーパーを広げてみないとそれは分からないんですが、計算上自分たちの計算にまあ従って動いているわけですが、右ストレート、ここでゴングです。このラウンドは明らかにセルメニョですね、セルメニョがまあ攻めに攻めて攻めて、このラストラウンドはジョーさんの採点ではポイントを取りました。いやテクニック合戦あり、そのお互いに出るところありと非常に濃厚な試合を12ラウンド続けました。私の採点はね、これね減点がなかったら引き分けですよ。だから減点の分だけモレノの勝ちですね。そうですね、どうでしょうかね。難しいラウンドもありましたしね。まあ浜さん、今日はですねこうやって随所に見るべきところがいっぱいありましたね。こうやってですね完全ね完全に打ち合って、打った方が勝ちというふうなラウンドは分かりやすいですけどね、はいはい、テクニック合戦の場合には割れたところ多いと思いますよ。そうでしょうね。
お互いがねラウンドごとにねその動きそうか作戦を変えてくるところが私は面白かったですね。特にセルメニオですね、サウスポー対サウスポー対策で左回ってたわけですよ、はいはい、それ有効であるうちは良かったんですが、モレノがそれに対応してきたわけですね、左回った方がカウンター取られ出したんですよ、そしたらやめたんですよ、はい、第一のジャッジ115対112、2番目のジャッジ113対114、赤コーナー青コーナーで言ってるんですね、はい、3番目のジャッジ112対115、勝者2対1、アンセルモ・モレノですね、モレノです、王座統一になりました、その選手はアンセルモ・モレノです。見てください、モレノ114対113、1ポイント差、115対112、3ポイント差、もう一人は逆に115対112でセルメニョですね、いや僅差でありました、モレノがセルメニョを下して統一王者です。